わなげーパーティーすごい進行者、進行してくれてる。イェイ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 。はい、じゃあここからの進行よろしくお願いします。わかりました、戸田選手お願いします。はい、それでは、はい、今日はわなげ大会、わなげ大会、まあ、球は投げて、球は投げて、投げて、うん、どっちが成績がいいかと、うん、じゃあ、行きましょう。じゃんけんぽい。高校でいきますか。はい、松井正道の一投目、僕ね、まずね、2からいきます。ね、もう、なるほど。なるほどね。なるほど。人見て研究できるな。はい、雄大先生。あ、なるほど。一投ずつ。はい、まあ、左利きなんですけど、こういうのは、ね、右でやる派なんです。あ、そうなの。しかし、じゃあ、僕2番狙おうか。2番。なるほど、ちょっとでかいね。もう一度2番行こう。あ、やりたい。よし、でも3番。あ、3番行けば、うん、さあ、どっちがね。僕はもう一回2番行く。2番行きますか。お、いいね。これ、雄大選手に勝てますよ、現役選手。現役の輪投げのプロですから。じゃあもう一回2番行く。あ、なんか感覚がおかしくなってた。あ、確かに。うん。ただ、うん、ただこれからプロとしてね。プロだからね。はい、これで成形立ててるでしょ。そうです。輪投げね。朝6時に起きて。はい。輪を投げることだからね。はい。ただいま。よっしゃ。あ、まだね、ここもただいま入れてませんから。今日も行きます。5投目です。はい、はい、これはふとした瞬間に投げるっていうのが、あ、そっか、そうあまり構えない、あまり構えないです、はい、構えずに流れの中で笑いながら外すと。そろそろ決めないな。あ、分かった、スナップだ、やっぱここだ。よし、行こう。あの、本気出します。よし、左で投げます。あ、今まで隠してたよ、殿下の宝刀を。もう来た、2番来た。これってことは、この左でやればいいと。流れながら、はい、はい、もうね、もうね、勝ちが見えました、今まで勝ちが見えた。まずいな、これ。よし、これね、いきますよ。これ今更だけど、はい、数字のポイントにしよう。勝敗が、あ、分かりました、分かりました。僕今スリーポイント。あ、確かに、僕2ポイント。全然全然全然。あれ滑るな。もうなんか、いや、忘れ気にしないですね。これ今ポイントが勝ってるから。はいはい、もう次、腰は、うん、いいですよ。もう来た、マジか。よし、これでやっぱりね、奇跡の逆転ファイターと言われ続けてます。もうね、勝ちですよ、私の。と思うでしょ。これ、9入れたら勝ちですよ。あ、そうか。9入れたら勝ちになっちゃうね、確かに。イエスイエス、これね、外れました。こういうこともある。これね、面白くするのが、やっぱり、持ってるってことなんです。最後、締めてください。締めていいですか。もうね、こういっちゃおうかな。あ、新しい。はい、いや、戸田プロで、5対3で私の勝ちでございます。最初はグー、じゃんけんぽい。ファースト、はい、アフタースファースト、オッケー、はい、ディスライン、うん、オッケー。Yeah, call the number. Your target. Go. Go, 5. Mm. His target is 5. Let's go. 8人くらい、9人。Nice, nice, nice control. Okay. うまいっすよね。ね。慎吾ちゃん。おいしい。Second, your target.はい。ああ、ショート入りそうだね。うん。おいしい、おいしい。ショートじゃない。
待ちましたー、やりましたねー。輪投げ大会、輪投げ大会決勝、決勝戦ね。初代雄大対慎吾ちゃん、慎吾ちゃんの2人で、ね、熱いバトル、熱いバトル。だって2人ともね、あのこの輪投げで生計立ててますから。そうです、うん、ね、プロの2人ですから、はい、うん、なんて言ったんでね、僕は18の時からプロの世界に入り、うん、ああ、はい、もうすっごい長いですね。長いですね。お前いくらもらってんの？なかなかシークレットな部分にちょっとシークレットなところなんで、はい、稼いでますもんね、吉田さんもね。もう輪投げ界ではもう輪投げ歴何年ぐらいなんですか？輪投げ歴は3ヶ月。3ヶ月けどね、もうベテラン選手になるんですよ。この2人熱い戦いを繰り広げるということでね、はい、決勝戦ですよ、はい、5球しかありません、はい、これはしかもあのポイント数字がもうそのままポイントになりますから、まあ戸田選手のまあ今回の得点、総得点の目標としては45、パーフェクト出ました。45点、ボーリングで言うなら300点狙うということです。慎吾ちゃん、目標今日は10点です。10点、リアルなところで出ましたね。さあ、2人は目標となるでしょう。じゃあ、運命のじゃんけんです。これ重要です。先攻後攻、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、どちらで、慎吾ちゃん。高校です。高校で、おお、まずは戸田プロのスローイングを見てからということですね。あの、スミイチを決めてる。お、スミイチ、スミイチ、でもポイント低いですよ。いいんですか？大丈夫です。OK。あ、回線では出せなかった。決勝ということで、黄金の左腕から。もう来た。あ、あれコーン狙うやつですね。あ、コーンね、実はポイントないんです。あ、ごめん。説明ないんだ。ないの。あ、そっか、ミスったな。うわー、一球さすが。でも、コーンを目指してコーンに当てるということはね。いやー、惜しい。いきます。はい、慎吾ちゃん、あれ、あ、外しました。もうね、分かったんで大丈夫です。あ、2投目、はい、戸田慎吾の2投目です。間違い戸田雄大の2投目です。あ、ちょっとね、微妙なところが。いきますよ。あ、惜しい。うまい、慎吾ちゃん、うまいわ。3投目、一気にいった流れで当たってない。ロゴに当たったが、誰が優勝するのか、一体これはどうなるのか。来たか、来たー、8ポイント、慎吾ちゃん。8はえぐい。8が来ました。これは戸田選手、9入れとくしかない。よしよし、でももうね、これで燃えましょう。わかりました。来た。あ、これ惜しい、惜しい。走るとだよね。これはスローで見ましょうね。スローで見ると急にめがけてまっすぐに飛んでいるが惜しいんですよ。そして慎吾ちゃんの4投目、うわ、これも急、惜しい。さあ、戸田選手、いよいよ戸田プロ最後の1投ですよ。何か秘技とか秘策あるんですか？最後の一投ですよ。もう9入れないと負けですよ。そうなんですよね。はい、はい、出すか。あれを、あれ出すしかねえだ。あれ出しちゃう。実はあの、僕のおじいちゃんが、はい、この輪投げの、はい、ついに出しちゃう。出しましょう。おお、振り向き様に、振り向き様に負けるのする。いや、これもう勝ってるじゃないですか。はい、でもね、最後もやっぱ決めときましょう。やはりね、お、まあまあ、やっぱり。ということで、優勝は慎吾、さすが戸田プロ、ここで負けてきました。優勝は反省とかじゃないからね、慎吾ちゃん。イエーイ、おめでとうございます。第1回3チーム輪投げ選手権初代チャンピオンです。おはようございます。
とうございます。ありがとうございます。じゃあまた次第2回でお会いしましょう。さよなら。第2回あるの？